ワイワイ行くぜ新しい世界、ワイワイ行こうぜやっちゃおうぜ。あマイクのテスト中、あテストです、あピシッピシッ、あつあつあああああああ、どうもニック・フューリーです。あーその声だな。ニック・フューリーそんな声出さんぞ。どうもシップロスカイブルーツ技必殺技研究所所長でございます。同じく必殺技です。あれシックプロスカイブルーツ、いいね、いい感じに中に出てるよ、また今日も。いや、所長もなかったよ。見つけちゃったかも、この団体。見つけちゃったから。めちゃくちゃね、意外と似合ってるんだよね。あっ、このに思ったよ。俺はこの回を重ねてきて徹底して、あ俺ら必殺技全く作ってないんだよ。言っちゃったよ。おう、言っちゃったら。だから今日はね、ちゃんと必殺技を皆さんに提供したい。これ何か知ってる？みんな。まあさすがにみんな見たことあるんじゃないかな。これちょっと YouTuber みたいなことしてくる。これ手でピント合わせるやつね。これ知ってる？これあの漆黒さんの私物なんだけど。そうだな、ルービックキューブ。はい、なんとね、この漆黒さん手先が器用なのか分かんないけど、ルービックキューブが得意なのよ。まあ得意かどうか分からんけど、できるっちゃできる。なんでできるようになったの？これはまあいわゆる世界だったよ。世界コントロール秩序みたいな、このバラバラの四角形、これを揃えていくことによって調和が生まれる。世界を紐解くことと一緒ってことさ。その横が痒い。ねえ聞いて。なるほどね、秩序ね。いやまあまあ、そのなんだろう、結構ね、これ開発当初は、すごい評判というか、結構有名で、すごい流行ったよ ね。世界大会もあるぐらいルービックキューブって今となってはもうなんか当たり前のようにやる、頭を使うおもちゃっていう。そうだね、なんか揃えれるのが当たり前みたいな感じになってるけど、これ一番最初に作った人自分で揃えたのに何時間もかかってだってむずいもん、俺できないもん。ああ昔からこれあるのは知ってるけど、今まで揃えられたことがないもん。そうね、まあ揃え方がいくつかあるのよ。これは今日はですね、ルービックキューブ講座。拍手の速さまで変えんくてイラッとすんねん、この速さ。違う、後で聞いてちょっといいなと思った。このいるいる、あの学校の教室に一人いるよ。はーい、あもう恥ずかしいから言わんで。じゃあ所長にこの講座はねしてほしいな。見してよ、教えて。いいだろう。じゃあまず揃え方の一つ目、こいつを壊す。壊してバラバラにして組み立てる、それが一つ目の方法だ。ね、ごめん、ちょっと真面目なのが教えてほしい。まあ壊すことのできない貧弱な人類にとって、今のカット。やだ。この9マス。9個のマスがあって、これが全部6面あるんだけど、6種類あるのね、まず基本となる色を決める。だいたい説明書に書いてあるのは青だ。青を軸にして揃えていきます。なんで青なの知るか。この真ん中、それぞれの真ん中は絶対に動かないのね。うん、だからこれが完成した時にここの色になるの。あ、そういうことか。そうそうそう、なるほどね。ここは青い面でここが赤い面とかね。なるほどね。でまずめんどくさいけどこの色の配置を覚える。
あ、真ん中の？そう、青をベースにした時に、うん、裏側、対になるのが緑、うんうん、で、青からオレンジ、うん、オレンジです。ここ俺の色で、まず揃えるのは、まあ、順番にやっていくと青、青の十字を揃えます。なんで？そうなんだよ、そういうやり方なんだ。そういうやり方なんだ。青の十字を揃えるために、ここが青になって、ここの青がこっちの白と同じになるように揃えていく。だから今ここ青赤だから、これはここに来るわけ。あ、そうか、その配置でもう行かなきゃいけない場所はもう分かり決まってるんだ。そう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 、そういうことか。で、これをまあ一個ずつ実際にはめていくと、まずこのマスをここにはめます。はい、こうなるわけね。とりあえずで、こんな感じで4つとりあえずまず揃えていくと。はい、揃いました、はい、これが十字で、ここの色が全部ちょうどオレンジ6つ揃っちゃったけど、うん、こことこことこことここが一緒、うん、で十字で、次にここの4つを揃えていきます。だから青の一面が完成しますね、次で。ここはね、入れ方はあるんだけど、青を下にした時にこう3つ色が、角は3つ色があるから、これを、ここに入れたいって時には、これをここに入れる時には、一回こっちに避けて、こうすると入るのよ。もうやばい、俺もう追いついてないのかと思って。本当？なんだろう、でも慣れればね、すぐ分かると思う。で、シンプルに自分が今まで生きてきた経験とか知識を駆使して、こいつをここに入れる。これをこうしたら入るわけじゃん、うん、1個こう、ああ、そうね、そうね、ずらしたら、うん、ここの位置になる、うん、ただそれだとこれがずれちゃうから、うん、一回このブロックをこっちに避けて、うん、で、こう世界を持ってくる、うん、で、こうしたら位置的にはこいつとこいつがセットになるでしょ、うん、そしたらここを動かせば揃う。まあパターンを覚えるんですね。そう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 、パターンがあるから、ね、うん、で、こいつも同じようにここに入れる。で、最後こいつをここに入れると一面が完成。 この色が全部揃う。で、次はここの4つを揃える、うん、つまりここが完成するわけね、うん、ここ完成させるには、ここにあるマスをこっちに入れるっていう考えになるんだけど、こうした時にこの黄色と赤をここに入れたい、うん、時にはこうすると入る。早っ説明書があると、本当は説明書に動かし方っていうのが書いてある、うん、今教えるのはとりあえず、まあ、やり方だけ、うん、はい、こいつをこの中に入れます、うん、っていう時にはまたこれを世界を一個ずらして、うん、こっち側を持ってくる。で、もう一個戻してこうするとこことここが同じブロックになるのね、はいはいはい、で、これをまた戻してあげれば、チェック。いや、これで分かる人いるのかな。俺もう追いついてないよな。でも分かる人には分かるんだろうね。そうね、なんかやっていけば分かると思うんだけど、動かし方を覚えたらなんで入るのかが分かると思う。なるほど、うん、なるほど。じゃあそんな漆黒さん、はい、何秒でできる？ああ、最速は1分30秒かな。よし、ちょっとカメラの前でちょっと作ってよ。いいよ、じゃあ好きに崩してくれ。タイムアタック。あ、ちょっと待って、これ公式ルールで一回見ていいの、うん、はいよ、一回見て言います。ちょっと待ってね、じゃあ確認タイム。見ることしてわかんないんだけどねやり始めちゃったよい、スタート。
っくりしすぎてどこまで数えたかも忘れちゃったんだけどね。翼の秒数で1分見直したね。